の国会皆さんこんにちはアフリカから無事に帰ってまいりましたはいお帰りなさいということで、はいえー、令和5年9月11日に収録を行っていますあんたそう言うけどねはい <laughs> 帰国翌日にあの,あの厳しいアフリカ出張から夕べ七時半ごろ帰ってですぐ荷物の整理しろ整理今日話すこと整理に入って結局寝る時間なくてただお風呂には 四日ぶりぐらいに入れてでも、まあむちゃくちゃな日程でございますわね皆さん、待望の動画だと思いますそれはわかんないけどということで、今回のテーマですが俺はほんど人間と思ってないだろ僕の家族と同じだよ、それはい。内閣改造失敗ということでこのテーマについてちょっとまずは、今日のキーワードをお見せするとはい。 除名、これはね、大丈夫ですか <laughs> いや、まあ、例えば僕は日本共産党の国会議員だったら、共産党でなくても、これじゃないですか、そうですね、共産党だったら、今日11日で、はい、あと2日後に総理が改造なさると、はいね、表明なさっていて、はい、それを自由民主党の現職の議員がね、 あの僕は政府入りしませんが、それでも党人事とかの対象なのに、いきなりこの改造は失敗じゃないかっていう発言するっていうのは、<laughs> <laughs> 言ってても、なかなかあ迫力のある話だと思うんですけど、迫力あります、はい。まあしかし、自由民主党の腐った部分を克服するには、ものが言える政党でないといけないです、うん、このの頃だだんだん物が言えなくなくっ,っているうのを感じます。 やっぱそれはみんな人事しちゃうわこれ違うんだけどこれは三浦市の知らない時代の古い歌謡曲ですけど毎回聞いてますすそうでね、えー、大体似たようなあのジョークのネタなのでそれで話を戻すとやっぱり自由民主党の取り柄というのは自由に物が言えるで部会のようないわば公式の場でもちゃんと言える。 でお互いにそれを言い合って、ちゃんと議論するということなので、えー、今日私は、まあ、当然、タブーに踏み込んでるわけですけれども、申し上げていますでなぜこれを申し上げるかというとです、ね、総理におかれては、ことばそのままじゃないんですけど、要は趣旨としては、大胆に刷新するという趣旨のことをおっしゃったんですよね。 そうすると今回の内閣改造の場合はこれは幹事長人事しかありえないわけです、うんね。で官房長官もまあ政権を支えるところですけどそれは総理のいわば女房役なんで、うん、あの幹事長とまたイメージが違うんですよね。で議員内閣制なんであの与党と両輪で与党とからこの行政府。 あの総理官邸であったり各省庁の大臣であったりそういうところと与党の要で支えるのが政権なのでこれは法的にもがちっと固められた根幹なんですよところがその幹事長を動かすわけにいかないっていうんであればですねいやそれはそれで普通のことなんですよ、えー、余地を持ってかたいのでこの幹事長で今後も行きますならいいんですよ、はい、そうじゃなくて大胆な刷新ってことを 国民に向けて事実性を国民に向けておっしゃっていながら実はそういう人事にならないっていうのはその根幹がそうだと、まあ、あえて言うといろんな大臣を動かして例えば女性閣僚が増えたとしてもですねそれは付け足しのように誤解されてしまうんこれは誤解さあくまで女性閣僚増えることにも大きな意味がありますけれども誤解されてしまうので政治的には失敗につながりかねないっていうことを今 客観的に申し上げています。うん、それで。あの問題まあ、大きく言って2つあると思うんですが、一つはね。やっぱ総理の言葉ですよね。岸田総理は政権の初期に所得倍増とおっしゃったんですよ。はい、それが自由民主党で議論もほとんどない。まま、うん、ずるずるずるっと資産倍増に変わったんですよね。はい、これは僕ははっきり申し上げて許されざることだと思います。 資資産産倍増っていうのは資産を持ってる人の話でしょうそ,うで、ね、そうじゃなくて資産がなくて賃金上がらなくて物価高にも電気代の上昇にも合債の上昇にも苦しめられてる人たちのいやまず所得を倍にするんですとおっしゃったんだからそれがもう資産を持ってる人それが例えば株式への少額投資であってもとにかく投資できる余裕があるような人の ものを倍増すするっていうう話は違うわけですよ、うん、それと今回やっぱり通じるところがあって、はい、あのそういうところも国民はまっすぐに見て、えー、なかなか支持されないということになってると思うし結局その大きな国民の支持がないと党内でやりたいようにもやれないので与党内で。したがって、えー、幹事長もあの総理の意思がどこにあるかよりもむしろ茂木幹事長ご本人がどうお考えになるのか。 あの最終的にも元木幹事長の意思によって、もし幹事長が、いや、私は変わりたいとおっしゃったらそうなっちゃうというのは、それだけこの力関係がこうなってるということですから、それを思えば、もともとの総理の言葉の重みが欠けているというところ、特に。 やっぱりさっきの話、その所得倍増が資産倍増にすれ替わっていって、それをいまだに、ね、新しい資本主義と呼んでいるというのは、国民生活を直撃していることですから、政権の基盤がやっぱりおかしくなるので、それがこの改造がもうやる2日前から、これはまあ政治記者の経験も踏まえて、今、政治記者じゃないですよ、今、あくまで自由民主党の国会議員としてお話してるんですが、失敗の懸念が非常に強いということを申し上げています。もう一つはですね その幹事長人事に総理が実は苦しんできたっていうのはう一つはやっぱり人材ですよね、はい、人材不足でこの人材不足の中でも2つに問題が分かれていて、はい、そもそもこのまず志があってそれからその志も漠然としたもんじゃなくて日本国はこういう国なんだと、ね、オリジナルの民主主義を持っている国例えば、ね、そういう国家観を持っていたりあるいは敗戦後の歴史80年間を自分なりに学校教育と いうだけじゃなくて自分で考えていってそういう歴史観を持ってるというような意味の志を持っていたりあるいは能力が高かったりね実行力があったりそういう人材はこの世界に来ないんでそれで僕もはっきり言っていやいや来たわけじゃないですか長年断ってその亡き安倍さんはあの人は本当にいい意味で人は正しだったから青山さんが国会議員になったら外務省が変わる経産省が変わる自民党議員が変わると。 総理のの言葉そのままま申しし上げました住民主党じゃなくて総理は自民党とおっしゃいましたけどそこまで現職総理が盗聴されている可能性が高い電話でおっしゃったんで僕も腹を決めるきっかけになった最終的に決めたのは例えば君の言葉社長国益のためです」そんななが聞いたた声じゃなかったんでその前に <laughs> 青山茶の博士が「後悔しますよ」って言って。 て経験調査船に乗っていなくなっちゃったというのが本当は決定打で安倍さんにこれを言ったらちょっと気が悪かったけど俺の電話で決まったはずだとでもですねあのやっぱり自分自身帰りみてそうやってこう祭り事を,を,をその政治記者として例えば横から評するだけで自分で泥をかぶってないっていうところがやっぱり日本社会の根本問題なんですよ。これはね話それるわけじゃなくて海部内閣っていうものがかつてあって当時は。 僕はまだ若い政治記者でしたが坂本美そじさんという官房長官だったのねこの人が海部総理大嫌いで、うん、両方とも亡くなりましたけどもまあ,あの派閥の僕はもちろん記者だから派閥関係ないんですけど派閥の会長だった河本敏夫さんから直にいろいろ頼まれてでそれは取材も兼ねてるから、うん、坂本美そじ官房長官の九段宿舎の家へ行ってで官房長官は懇談ってそこでやるんだけどみんな帰って。 帰ってあと店かけて官房長官と中野記者が戻ってきてまた裏懇談やってそれも終わってみんな帰ってもう真夜中になって当時テレビ朝日で相撲の再放送やっててその相撲を人で見ながら僕と二人でまあやっぱ政治家は体力あるなと思ったけど朝方まで話したりしてあの家族の寝息が聞こえる中で狭いからそう話してただけその時に坂本美ージ官房長官が言ったのは「なんでお前は?」 政治家やらんのじゃって、ね、この人は能登半島の人で「なんでやらんのじゃ?」って「でなん,なんで記者なんかやっとるんじゃ?」って言われたから「いやいい記者のいない民主主義ありませんから」って言ったら「しかし政治やるやつがいなかったらどうでもな,ならんじゃろ」うなんでこっちに来ないんだ」って嫌です!」って言って、ね、家族が起きちゃった <laughs>、はい、この大きな声で。でもその時にもう明け方は近かったと思うんだけどあの。 普段の議員宿舎でながら「いやみそやん」って言ってたんですけどね坂本みそじ官房長官みそやんの言ってることはさ当たってるよねとでこの話はねあのカウそりともしたことがあったんですけど要するに当時はねカタカナの職業に行っちゃうなって話をカウさんもしてた当時だから、はい、コピーライターとかはい、はい、からテレビプロデューサーとかうーんカタカナに行っちゃうんだよねこの政治って。世界に 来ないねって総理がおっしゃったんでいやしんどいから来ないって言うんじゃなくて祭り事の意味が十分伝わってない祭り事が間違ったらみんな生活もできないし負けると分かってる戦争にまで行ったりしなきゃいけないでそういうことを考えたら祭り事の意味が十分伝わってないむしろあの今と同じなんだけどあの政治家がなんかいい暮らし特権階級でいい暮らしてるんじゃないかとむしろ 妬まれたりするってこと自体を自分の行動で示していかないとその妬む方が悪いんじゃなくてそのように見えることをやる方がおかしいなんか話してて今に通じる話になってくるけどこれを総理に何度も言いましたみそやんにもそう言ってでもみそやんは「そんなこと言うなら余計にお前がやるべきだ」ったあのおっしゃいましたよだからそうやってあの今僕は自分が議員になっちゃってるから言いにくいけど。 国民の中、ね、三浦市長も含めてで志あ,ある人がこの世界になかなか入ってこないってことがやっぱりや,や間接的ではあってもなかなか人材がいないのでいざ幹事長にって言ったときにあの今の元木幹事長を他置いてほかに見当たらないということにつながっていると思うんですよね。うん、ただし、ね、もう一個あってね、はい、やっぱりその基準が違うと思うんですよ。うん 基準これあの特にこの僕がいる参議院ではそうなんだけど実は全く年功序列なんだよ、ねうん、た当選回数プラス年齢でずっと人事見てるでしょ、はい、それでかつて小泉政権があの安倍幹事長を49歳の若手幹事長としてこれがね若手って 49で若手かっていうことを僕は批判してんじゃないですこれ祭り事の世界ってねやっぱり甘いも酸いも噛み分けてって必要なのたくさんの経験があった方がいいので若けりゃいいってわけじゃないからだから49歳にもうなってんのに50万円なのに若手かいっていうのはそれは実はあの,祭りごとの中身はあ,あんまり伝わってない人の言い分じゃなくて評論家のよく言うことですけどねでもそうじゃなくてそのあの時に内閣改造って大体やると支持下がるんで。 だから失敗かクエスチョンマークっていうのは今回だけじゃなくてでもそれがたま,たまたま成功するっていうのはその若手の安倍さんを起用したことで今までの殻を打ち破るっていうイメージができて、うん、支持率が小泉奈々の支持率がもともと高かったけどどんどんさらに上がったということがあったんですよね高かったのは落ち,落ちていってたのが逆に上がった。うん そうすると人材いいない国民の中でもっと手を挙げてほしいということに加えてじゃあその人材がこの祭りごとの世界に来たらなんとどこで見られるかというと当選回数と年齢っていうんじゃ当然両方が関係しちゃってそそ来ないよそうですね、うん、だからその大胆に刷新するって総理がおっしゃるならばこれは本当は。 じゃあもう当選回数もも年功序列も関係ないとはばこれ安倍さんがずっと派閥のバランスやっててですねもうこれもう赤裸々に言うと当時の二階派から言われると安倍さんが入れたくない入れたくないって僕に民間時代から安倍さんご自身があいつと言っていや僕はその人に頼まれて民間人なのに何度も何度も安倍さんに言ったらついに安倍さんが「俺あいつ嫌いなんだよ!」って <laughs> あの恩耕の安倍さんがその人が入った。 頼まれてるでしょ安倍総理というどもそれをやってたわけでだから岸田総理がおっしゃった<え>大胆な刷新ってことあるんだともうそれは関係ないですと年功序列も当選回数も派閥のバランスも何もなくてただただ国と世界のために役立つ人を起用するんですと、ね、順番に政務官ですね副大臣ですね副大臣も2回やったから次は大臣ですよねこれ言い方ちょっと嫌味だけどそういうのをやってると変わんないよそれは。うん それで官僚機構がこれ全面的にあり出すとそれはやっぱ混乱するので逆に祭りごとの世界は直接有権者に選ばれている国会議員の方はこれを大胆にやるべきだという改造をあと2日ありますから総理僕は考えていただきたいと思いますはいちなみに私は政府には入りませんはい政府に入って政府批判している人はいないわけじゃないけどそれは僕と考え方は違うそれは日本的な現象じゃない これは世界の統一基準です人間はどっかでギリギリの線を持たないと政府に入って政府批判していると何がいけないかというと自分は置いておいてるそれダメですだから私は政府には入りません党では一生懸命仕事を今も経産部会長代理としてやってますがそれを続けますはい。あといただいた人気が五年ありますから、えー、ねえ、えー、僕は 毎朝「さあ帰ろう!」<laughs> っていうので <laughs>、はい、もうみんな慣れてるから平気ですが <laughs>、えー、でもあの預かってる人気を投げ出すことは絶対しません、うん、ちなみに今回の出張でもですねやっぱりあの体力は大したもんだと思う毎立庄司参院議員が団長ですけど、まあ、よくぞこの日程に耐えられたと思うし、うん、外交団も本当によく耐えられました でも途中はやっぱみんな疲れてくるんで朝がいつも早かったんですよ。はい、ね、過剰大群の襲撃とかで夜寝られないの朝が早い。<laughs> そこで僕は言ったのはさあ帰ろうというのを言っててですね、<laughs> あれがおはようの代わりになってたわけです。<laughs> はい。はい。はい。ありがとうございました。はい。あのーうん、どうぞ何でも。今回の改造久しぶりの天守開けた。 三浦社長。はい、地獄でした。地獄の研修。大変でした。はい。でも、血となり肉となり。家事育児研修と課題とでも、ちょっとこれはダメだって <laughs>。家事育児研修。はい。議員者の公務が…あ、それもありました。<laughs> それもあるんだって。はい。それもありました。うん、はい。で、えっと、質問なんですけど。実は。三浦社長、真面目なので。研修は、まあ、いわば。 ば研修なのに熱子供が1週間熱出して保育園行けなくてそれもあってもちょっとはるかなりアフリカにその連絡が来て三浦市が直接はいで実は研修というのはどういうものかっていうのは僕はアフリカからいろいろ聞きましてそれで三浦市長にいや心配することはない君はちゃんと評価されているということをいや の情報が出ないようにして確認しました。はい、ありがとうございます。はいはい、質問いいですか？はい、あの何でも大臣は国会議員じゃなくてもできるっていうと思うんですけど、うんはい、あの大臣の数の、まはい、マイナス1、1> はい、要するに過半数を超えちゃいけないです、はい。このデジタル担当大臣とかってやっぱり外部の方の方がいいんじゃないかなという、うやっぱそういうふうにお考えですか？ 僕もそう思ってるし党そう思ってる人多いよ,そう,ですよ、ね、そういうことやったら本当にあ,あ改革だって思うんですけどねただ女性がちょっと増えただと全然改革感ないですしそあの女性からそういう発言されてるのは非常に大事なことだと思う、はい、あのね女性だったらあんまり問われずに大臣になるっていうのは逆にはっきり女性差別だよねすふざけんなって話だよね本当は、うん、それで民間投与っていうのは。 もう長いいことないんですけどそれはあのさっき安倍さんの話もした通り派閥が昔のようにお金は支配しなくても人事支配するあるいは国会議員の質問時間まで支配するね何もかも支配するから1個でも民間が取るとうちの派閥が欲しかったって話になるからやらないんで民間投与っていうのはまあデジタルに限らないと思うけど。 例えば文科なんかもそうだよね現場の教育者あるいはあの現場の科学者、うん、十分あり得ることであの防衛大臣とかあ外務大臣は僕は民間からの登用必ずしも賛成じゃない、うんうん、でもあの本当の意味の適材適所で民間人を登用すべきだと、うん、思いますえっとねこれもう今だから言っていいと思うんだけど民間の時代にちらっと おお、そう話が来た。うん。ちらっと。はい。うん。申し訳ないですけど。いやいや、本格化しなかったから、別にいいんだけど。申し訳ないけど。受けなかった。うん。え、だって政府入りしたら、政府批判しないもの。はい。民間人だろう、同じじゃないですか。そうですね。はい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 。ありがとうございます。そこもさらに聞きたいですが、時間の関係で。はい。ええ。野草交差にいただいた。感想を紹介させていただきます。 これ。子供向けに。開講を始めてます。うん、すごいですね、うん。タイトルどうしようかと。うん。美味しいパンとかにしようかな。全く関係なくなってきますが、ね。はい、楽しみにしています。はいはい、はい、えー、今二度目の途中です。感想ではありませんが、質問です。お。 長期間にわたって練り上げてこられたこの小説を青山さんはどんな感じで書いてこられたのでしょうか読み進めていくうちに小説の中の人物だけではなくなぜか書いている青山さんを想像しだしました何かが降りてくる筆が勝手に進むみたいな感じだったのでしょうか登場する人物の姿がはっきり見え,見えるのでしょうかその世界に一緒にいるのでしょうか小説どころか学校の宿題の作文さえも怪しかった私には想像ができませんふと湧いてきた疑問です。 ということで質問いたただきましたい,これはいい質問だと思うね。それでやっぱね「最初は降りてくる」んですよ、はい、で降りてくるって言葉別に好きじゃないんだけど下から湧いてくるよりなんかふっとこう春子っていうちっちゃい頃僕らの知らなかった世界で知らなかったんじゃなくて知らないもう過去のでも今の日本を作ったそういう意味なんですよ実は。 今の日本を作った社会で苦労した人が人生の最後に何を見るのかなとでそこからはね意外に論理的に考えていくわけ、うん、人生の最後にってその、まあ、100年を見渡そうとは思ったのでそううそう相当高齢になられるわけだ、うん、若くしてなかろんじゃなくてそうすると息子や娘の話じゃないよね家族 というものの一つ焦点ってよと思ったよ思からそうすると一段下がって少なくとも孫の世代だねと。で逆算すると孫は僕は20代の終わりぐらいにしたかったからなってしょそうすると必然的に年齢が上は決まっていくでしょでその辺りから一覧表にしていって家族史を全く空中にポカッと浮いた架空の家族史を自分で考えていって。 そうするるとどどどどんどこどんどここ降降りたりりりりりたたたた湧湧いいしてく例えば春子さんがあの海軍の士官とほのかな出会いをするところとかあの湧いてくるとそういうことがありえんのかとか資料に当たっていくそれから僕の場合は亡き母が残してくれた「あの重治だけは何でもええわ」お姉ちゃんお兄ちゃんに申し訳ないんだけど。 そういう当時のなんていうかあの社会の様子とかそれから小さなあのものねそういうものの今もう見なくなったものとかの記録を日記の形で、うん、いや大した文章家だと僕は思ったけどそういうのを手がかりにしてそうするとどん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 ,どんこう埋まっていくんですよ。ただししな苦しみで専業じゃないのので時間作るのが いやだからあのー、こういうのってねあのー、ちょっと英語で悪いですけどサイマルティニアスっていうサイマルテニス同時進行サイマルって同時通訳の会社あるじゃないですかあのサイマルですよサイマルティニアスサイマルティニアスな癖がついてるといろんな仕事をしながらあるいはスポーツしたりご飯食べたりおほらっりしてる時に同時進行でずっと物語が進行しててで時間がないっていうのはその字に落とす時間がないっていう。 ことなんで、まあ、あの、こういうのは創作の秘密に関わることなので、あの、僕という確定はそうで。専業の方は、また、全然違うと思いますけど。うん、はい。はい。はい、ありがとうございました。はい、ぜひ、皆さん、感想を青山茂晴のブログのコメントまで、お寄せください。お待ちしております。はい。そして、チャンネル登録シリーズです。せっかく帰ってきたばっかりなので。そうなんのアフリカ。今までね、世界の食べ物シリーズ、ーまだ途中なんだけど。はい、えー。そこは、ちょっと臨時休業にして。 えー、アフリカ編、はい、でこれはですねままずこれから始まるんですこれ、ね、帽子あの在ザ,ザンビアの大使館と在南アフリカの大使館から、あのー、注意書きが来てですねその中に特にザンビアは標高高いので1 3 0 0ルぐらいあるから、うん、あの直射日光が特にアフリカの中でも強いので必ず帽子持ってきてくださいと、はい、あったんで帽子か 帽子嫌いうん帽子嫌いなんだけどこの帽子なんでこれあの持ってるかというと、はい、あのハワイの真珠湾の米軍に行ってねそれでホノルル戻ってきてホテルはホノルルだから歩いてたら「青山、うん、さん!」って飛び出してきた人がいて、はい、あの日本女性ででそこで帽子屋さんやってる人なの、うん「私は青イさんのファンなんです」って言われて、はい「帽子嫌いなんだけど」って私は思ったけど。 そうなるとお、まあね、店の中に入って帽子を選ぶしかなくなって <laughs> でこれがこう穴が開いてて涼しそうだったから、ねうん、あのこれを買って、はい、それを思い出して、はい、本棚の上にほこりかぶってたのをほこりをはたかないでそのまま持っていった、はい、そして何かついてますがこれ,これね <laughs>、はい、お似合いこ,これ何かというと、はい、その。 特にザンビアの大使館の注意書きは防止したことあったけどあとはカメのほとんど全部虫のことだったはい特にそれは実は僕は感染症も分野なのでハマダラカっていう蚊に刺されるとマラリアに感染する恐れが強くてマラリアは今も1年間に40万から50万なくなってるんでそれはまあ関心があったで、えー、虫対策としてこの殺虫剤いっぱい持ってきてただいたあったけど、はい、僕は思ったのは日本の農家でこれオニヤンマなんですよねオニヤンマ。はい オニハンマーをこうやっっってて使らっしゃるんですよ実際に日本の農家では、うん、ただアフリカではこのオニハンマーそらく生息してないと、はい、全部が全部わかるわけじゃないけどそらく生息してないんでどうかなと思ったけど、うん、まあ何度もやってみるしかないなと思ってとりあえずそれを買ったんですよ、はい、買ってですねあのこれ特定のもちろんメーカーのもんだけどこういう状態でね、はい、このとりあえずもう時間がないので、はい、これ荷物に入れて、えー、そしてあの 手荷物に入れといて、はい、飛行機の中でこう開けてみたら「うわっ!」てますね <laughs> こわっみたいな、はいうん、ちょっと気持ち悪かったんだけどこれを僕は高層ってほどお客さんじゃないけどまあ枕元にこうやっていっぱい置こうと、はい、そうするとオニヤンバは確かにあの虫を捕食して生きてるので、はい、あの警戒して、はい、少なくともその。 頭や顔は守られるんじゃないかっ耳の裏とかかまれかに刺されてたむっちゃかわいいじゃないですかそ,です、ねね、それでそれは帽子があるなぁと、はい、帽子ってあの膝が置いてたからこれう一個つけてこれで歩くと寄ってこないかもと思って <laughs>、はい、こうやってつけてたのここにはいそれで簡単そうに見えるだろうけど薄暗い着な、はいで一生懸命つけてたらね、はい CA さんが言ってこられってこれあの今回はアフリカなので日系の飛行機行ってませんから外国の飛行機で日本人も乗ってらっしゃいますけど最近は外国人の方でね、うんあの「あなた何してんの?」原文語英語ですけど「俺はどうそう意味?」っこね虫にとんぼつけてる人いたら、うん、気になりますそれであの虫よけでだってアフリカに飛んでる便だから、うん、いやいや最初はドバイに飛んでるんだけど。はい ドバイから俺はアフリカに降りていくんだって「うん、へえ」みたいに言って他の仕事し,てしなくていいのかぐらいそこにべたっとあのこ来られて話してるんだけど「いやこれをあの、えー、虫よけにつけてんだよ」って言ったら、まあ、疑惑の真の子になってさっきからあなたはさっきまでパソコンでなんか仕事してたと思ったら今度はなんかいっぱい読んでるとこれアフリカの資料ってこれがここあるんですよ。ねはい、えー、この英文資料をとにかくあの読まなきゃいけない。 であなた何してる人なの <laughs> 日系の育休だったらあれ国会議員って連絡言ってんだけどこれ言ってたかどうか知りませんがんまあその人は知らなかったでとりあえず彼女は私をトンボをつけてる怪しいおっちゃんだと <laughs> はいはいはいですので当然、はい、あの素敵な人でしたよ背の高いはいはいえー、ちょっと何人か分かんなかったけどあのー アラブ人とかアジア人じゃないですねヨーロッパ人だなアメリカ人じゃなくて彼女に、ね、はい、チャンネル登録してくださいね <laughs> はい、ぜひ皆さんチャンネル登録をお願いいしますそして独立講演会のご案内です、えー、10月の22日、神戸にて開催されますこちらのお申し込みは9月の11日本日の昼から<お>はい。9月の26日までとなっております、ね、ぜひお越しください 見てこの成功できていうの。うん、ね。はい。はい、よくキャンプ場で子供たちが帽子につけてますね。あ、そうなの。かに刺されないように。え、こういう感じで。はい。つけてます。あんたはやい。<laughs> じゃあお、俺だけ変なわけじゃないじゃん。<laughs> キャンプ場の子供たちあ。そうなん。はい。つけてましたよ。<laughs> ああ。まあ、これがアフリカで効果あったかどうか、またのお楽しみで。<laughs> はい、はい。独立講演会は。アフリカについても。 ちょっと無条件の公開動画では言えないなっていうところはお話ししますそういうところはやっぱ限定条件をつけざるを得ませんそれを受け入れてくださる方だけで、えー、いいですからできたら来てくださいでお互いに目を見て対話しながらやりましょうえー、独立講演会は1000人もいらっしゃるんでなかなかあのこんなわけにいかないんだけど近いです今回アフリカでこの 明かっていうのが同じ人間だなぁ本当に肌の色も何にも関係なくなって気持ち通じるなと思いましたはいはいそして皆さん今回の改造も来年9月の総裁選どうすべ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 になってる改造なんですよねそこに直接参加できるためには党員になっていただく、えー、これができるしそれしか道はないし ここの事務所だけがしがらみのない問いになることができますのでそんな大きな声出さなくてもいいよねできれば一緒に連帯しましょう <laughs> はい、はい、動画の概要欄からお申し込みくださいそれでは今回もご視聴ありがとうございましたありがとうございました三浦医師匠は処理してくれます